よし、河村渓谷に向かいます。はいはい、いい橋があるわ。本当に何もかもいいね。うわーすごい。よかったね、ここ行って。いや、後藤さん、いい判断したね。ね、やっぱこういうのが旅の醍醐味やね。醍醐味や。あ、ここいいぞっていうところでね、ちょっとふわっとね。最高だったな、ここは。白水神、龍神。怖いけどね、ちょっと。猿が今、マジやね。猿が横切った。マジやね、あれ。あ、取れた。いやー、わからん。これだって香れ、あれ川浦、川浦、うわうわーすげー見た見てないよ、カメラ2台回してますから、こっちすごい忙しい。うわ、ほら、うわ、香れ、見た、いや、見てないよどうしたらいいの、着いた、到着です。到着しました。川浦、川浦行ってましたけれども、香れでした。カオレ渓谷到着。すっごいもう色づいてきてます。すごいとこやな、これ。うわ、すげえ。やばい、めっちゃすごい。うわ、こんなんなの？怖。いやー、これすごい。伊藤さん、めっちゃすごい。思ったよりすごい。もうね、今俺うわーって本当に出た。声が。すごいよ。うわ、見た、下、うわやばいやろ、水量半端ないし、今これすごいじゃん、やばいやばい、本当にちょっと今震えが来た。すごいな、すごい、写真とか動画でも、いやーもうわからんかもしれん、これは今本当の声が出た久々に、俺車の中にいたのに聞こえてきた、もう出てまった。いやーここすごいな、でもCloses friends. I didn't want no other, but this man has got a hand. It's been going for a long time. We've been living in a lie. When there's no turning back home, and we're saying goodbye. Try to make it work, and I gave it all. Oh, hold up, hold up.I got no
way it's gotta be. No other way for you and me. Once it's over, too late to once again be close to you. I know I had to close that door, be the man that I was before. Oh, I've been fighting for love. I've been fighting for love. And I got nothing from nothing, no. Try to fit in, but this can't be right. We are at a point where we just can't pretend. ドローンのね調子が悪くて本当川に落ちそうだったから肝っ玉がヒヤヒヤする。本当にダメだわ、安定しない。なんかどうも When there's no turning back, no. And we're saying, やばいこれ。これ警告、いい警告でした。すごい、本当に高所恐怖症の人には無理やね、これね。無理だね。怖かった。飛ばすときがまあ恐ろしいよね。てか下見るだけで怖いもん。映像を見るだけでちょっと怖いね。キューってなる。あ、結構このインスタ映え旅も、はい、いい映像は結構撮れたんちゃう。随所に撮れましたね。写真はどうかわからんけど映像はいいの撮れたね。結構、うん、楽しかった。疲れた。イタドリ温泉に入って最後帰りたいと思います。 Let's go。 やっぱね、旅の締めは温泉だね。行きましょう。はい、最後は温泉に浸かって故郷の旅の疲れを取っておしまいです。疲れがね。はい、ということで岐阜県関市に日帰りで旅行にね、小旅行に行ってきました。行く前に思ってた以上にね、なんか楽しい旅になって、すごく綺麗な板取川に水の透明度が半端ないモネの池、道すがらにあったすごいいい雰囲気の橋に、そして最後に行ったカオレ渓谷、川浦って呼んでたんですけど、カオレ渓谷、この渓谷がね、思ったよりもすごいいい雰囲気で、もう紅葉も始まっててね、最高のリフレッシュ旅行になりました、ね、一緒に行ったビートさんとはね、もう小学校からの中でずっと仲いいんですけど、あんまりね、こういうなんかちょっとどっかに行ったりというのはね、今まであんまり記憶にないんで、なかなかね、まさかこの年になってこうやってね、二人で行くとは思いませんでしたけれども、なんかね、楽しかったですね。最後にね、やっぱり旅の思い出を語る温泉もね、またこれが最高で、板取温泉、非常にね、いい旅行になりました。これが結構面白かったんで、また内藤さんですと、また内藤さんとね、近場に行きたいねって話してるんで、またその時はね、動画にアップできればなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。